予選ヒート10周、決勝に向けて各ドライバーたちの思いを馳せます。ローリング、今スタート。さあ、今1コーナーに真ん中、坂広幸、うまくスタートを決めていきました。2番手には岸本慎介はうまくついていきます。そして1コーナーから2コーナー立ち上がっていく中で、そのままトップは坂、2番手岸本、そして青山が4番手に上がりました。青山が4番手、うまくスタートを決め1つポジションを上げてきます。さあ、しかし見てください、3コーナー4コーナー立ち上がりで坂がこのリード、トップの坂、そして2番手の岸本に対しましてかなり開きました。さあ、そして4コーナー、いや S 字のアウト側ですね、1台マシンが止まっています。ヘアピンの立ち上がり、クランク、そして最終コーナーへと向かっていきます。さあ、そして止まっているのはゼッケン47の山下和彦という情報です。山下さん、止まっちゃった。さあ、決勝での追い上げ期待しましょう。ホームストレートに戻ってまいりました。オープニングラップは坂広幸、2番手には岸本、3番手青山が続いていきます。岸本と青山はほとんど距離がない。その後ろ井上芳美、宇津木学、そして6番手大川博士、7番手小松、8番手水谷、9番手佐藤、10番手錦木、そして11番手木戸、12番手に安藤と続いていきます。トップの坂はちょっと抜けて、さあ、しかし2番手以降は呪術つなぎ、まだまだつながっていきます。 S 字の立ち上がり、そして下り 25R、 そこからヘアピンへと向かっていきます。さあ、と高層風、1台高層風、アウト側に押しやられてしまったか、大丈夫か。さあ、なんとか戻ります。クランク、そこから最終コーナーへと向かってくる2周目、そしてゼッケン6番がポジションアップ、水谷が、水谷が最終コーナー止まってしまった。ズバッとインに入ったまでは良かったが、ゼッケン6番の水谷、そしてゼッケン9番のこちらが佐藤誠が巻き込まれてしまいました。変わらずトップは坂広幸、2番手青山、3番手井上、そして4番手岸本、5番手大川、若干ではありますがトップグループのそのバトルも落ち着きを見せてまいりました。さあ、今一番ホットなのはトップグループから少し離れますけれども、10番手以降の争いでしょうか。10番手、11番手、12番手、この辺りは高垣、上田、奥野の辺りです。さあ、この3台がかなり接近戦を演じます。その後ろもどん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 つながってくる。そして今ピットに入りましたのは、先ほど最終コーナー接触をしてしまいましたゼッケン9番の佐藤誠です。そしてトップを走りますゼッケン2番の坂広幸がどうした、後ろからゼッケン12番青山翔平がぴったりとついてきた。1コーナー、そして2コーナーを立ち上がっていく。急に何かその勢いが止まってしまったかのような坂。さあ、後ろから青山翔平が続いてきます。トップ2、もうべったりのこのバトルになります。そしてどうやら3番手の井上芳美もペースは良さそうだ。現在坂はちょっとペースが伸びてこない。スタート直後のあのスーパースタートからの3コーナーを回ってからリードを築いたところまでは素晴らしいレースの序盤ではあったんですけれども、そこから一転この3周目ちょっとペースが後ろから上がってきたところ、自分のペースが伸びません。最終コーナーからホームストレート、2番手ゼッケン12番青山翔平、3番手ゼッケン7番井上芳美、前傾姿勢ストレートスピードを稼いでいきます。そこから少しではありますが離れて4番手岸本。さあ、そして後ろからこれは水谷啓二のあたりでしょうか。いやいや、このあたりは松村元明も1コーナーでポジションを上げていきました。さあ、松村のあたりは現在14番手15番手のあたりのバトルです。そして S 字から下り 25R、 もうバンパー2バンパー、下り 25R E に入った青山、青山が下り 25R の入り口ノーズを入れてきました。そしてヘアピンを立ち上がってくる、クランクへと入っていく。さあ、坂のペースが伸びないようにも見えます。最終コーナーから立ち上がってくる坂広幸も立ち上がり、そして3番手井上芳美も立ち上がってきまして、坂がまたまた抜き返す。1コーナーどうだ、リアを若干スライド、しかしインにスルスルっと入っていって再びポジションをトップに戻します。
さあ西ストレート、さあしかしまたまた青山がいった、またまた青山トップ。そして3番手にドロップダウンが坂田、3コーナーで3番手にドロップダウン坂広幸、代わって2番手が井上芳美です。井上が上がってきた。さあ井上選手に前を行かれてしまいますと、なかなか井上選手もベテラン上手い選手です。そしてその井上、今度は前を行きます青山翔平を狙っていこうとヘアピンを立ち上がってくる。クランクに入ります。トップに立っております青山翔平にとっては、井上さん頑張って後ろの選手を抑えてください、そんなことを願いながらステアリングを切っているかもしれません。さあそして4番手の岸本も追ってきた。4番手の岸本慎介もそのトップグループ3台に詰め寄ってきました。1コーナーから2コーナー、そして7番手争いをします。こちらが宇津木と安藤直人。宇津木も若干スタート直後ペースが伸びない選手の一人でもあったんですが、後ろから安藤直人に攻められております。3コーナー、そして4台技術つなぎは S 字から下り 25R へ行くトップ4、青山翔平、2番手井上芳美、3番手坂広幸、そして岸本慎介までが4番手。この4台のトップグループであります。続いてクランク、次のホームストレートに戻ってまいりますと7ラップを消化。さあそして坂がここ狭いところでうまく立ち上がっていけるか。最終コーナーでまずは2番手にポジションを上げる。そして3ワイド若干接触も見られているような、ここは紳士的に手を上げてはおりますけれども、さあ内心では火花バチバチかもしれません。そして2コーナーを立ち上がってくる。残りは3ラップ。さあそして3番手争い、サイドバイサイドどうだ、ポジション入れ替わるか。岸本がうまく狭いところ3コーナーインに入ってきた。そして現在2番手までうまく上がってきたのは坂広幸、トップは青山であります。トップは青山翔平、2番手坂。さあちょっとここで坂の2番手、2番手坂と3番手若干間隔が広がりました。クランク、そして最終コーナー、ホームストレート立ち上がってきます。これで8ラップを消化、残りは2ラップのこの予選ヒート。さあ前2台後ろ2台それぞれのバトルになりそうです。残り2周、1コーナーから2コーナー、トップ争いは青山 VS 坂広幸、そして3番手争いは岸本 VS 井上芳美。さあ3コーナーでまたまた坂がトップに返り咲く。さあ坂のその一度タイムが落ちたのは、まあタイヤをセーブするですとか戦略のうちだったんでしょうか。そのようなことが思うことができないぐらいググッとそのペースが落ちたのが気になりました序盤ではあります。さあしかし坂がトップに立ちまして、またまた2番手3番手の間隔が若干ではありますが縮まってきた感があります。さあこのまま激しい激しいファイナルラップに入っていきます。最終コーナーから立ち上がってくる。坂がトップでファイナルラップ、2番手青山翔平、3番手岸本、4番手井上芳美。さあこのトップ4、お互いの手の内を十分に分かりきっているベテラン勢のトップ4でありますが、さあまずはどうだ、青山翔平3コーナー、ズバッと入った、ズバッと入った、ズバッと入った。そして後ろから岸本も来る、岸本も来た。さあ青山翔平トップ、2番手岸本、3番手坂、4番手井上芳美。さあ電車のようにつながって入ってしまえば相手がインに戻ることはできません。さあしかし坂がヘアピンで戻ってくる。問題は立ち上がりだ、クランクへの立ち上がり、うまく坂は立ち上がってくる。2番手浮上、そしてクランクをクリア、残りは最終コーナーのみということになります。2番手のバトルは何も起こらず立ち上がり、見事この攻防予選ヒート、トップでチェッカーは青山翔平、2位でチェッカーが坂広幸、3位チェッカーが岸本慎介、4位チェッカーゼッケン7番の井上芳美、5位チェッカーがゼッケン18番の大川博士、そして6位チェッカーがゼッケン21の小松武史、7位チェッカーゼッケン68安藤直人、8位チェッカー宇杉、9位チェッカー奥野、10位チェッカー月木、以上がトップ10という形になりました。